こんにちは、あゆみです。今日はこちらスムージーの作り方を紹介したいと思います。これね、今飲んでるのがミックスベリーのスムージーで、今日はこのスムージーの他に、2種類全部で3つスムージーを紹介したいと思います。じゃあまず今飲んでるこちらのミックスベリーの作り方からです。では2つ目のスムージーが、マンゴーとパイナップルを使ったトロピカルスムージーの作り方です。3つ目のスムージーです。3つ目のスムージーがキウイとパイナップルに小松菜を入れてグリーンスムージーにしてみました。では本日もご視聴いただきありがとうございました。これから暑い時期にはスムージーぴったりなので、ぜひ作ってみてください。ではまたいろいろヘルシーレシピ動画とかアップしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。